はい、皆さん、こんにちは。ヒロシです、えー。今日はですね、あの生放送の告知動画でございます、えー。まずですね、あのちょっと5月少し間が空いちゃったんですけど、えー、5月30日、えー、夜の9時からですね、えー、居酒屋ヒロシ開店しようと思います。よろしくお願いします。あの居酒屋ヒロシというのはですね、まヒロシがですね、えー、お酒を飲みながらですね、あと友人の、あのー、アシスタントのね、いわちゃんっていう子が作る料理をですね、食べながらですね、えー、みんなとコメントをこうガンガン読んでですね、 あなたにこう交流するという <laughs>、あの、すごい雑な番組でございます <laughs>。番組と言っていいのかというね。あの、ま、リスナーの方々とね、交流できるヒロシも非常にあの好きな、はい、あの、居酒屋ヒロシなんでございますので、え、どんどん来てきて、来てみてくださいね。あの、ま、ヒロシ、あの、居酒屋でね、一人でね、お酒飲むのが趣味で、いろんな人をその場にいて、その場で友達になって、こう、なんかワイワイやるのが趣味なんですけど、ま、そんな感じで、いろんなリスナーの方のね、コメントを読みながら、ヒロシは飲んで、なんか食べるという、なんかすごい舐めた、 ナメプ番組で、ございいますのでもしよかったら来てくださいでえ内容がですね、これ告知、これですね、アマゾン欲しいものリスト復活ということで、一時期ですね、ちょっとあの、欲しいものリストの依頼というか問い合わせがすごい多く来ちゃって、あの、ちょっとあの、あのアシスタントのねあの、任せてる友人がいるんですけど、いわちゃんっていうね、そ,その子がちょっとダウンしちゃって、うーうーってって、かなり問い合わせ来てて、大変だったらしいんですよ。で、やっとですね、ちょっとあの、復活の兆しが見えてきましたので、えそこらへん復活しますあの広瀬あの。プレゼントしたいよっていいよう人がいて 本当になんかもう,もう本当にね嬉しいんきなんですよでヒロシに <laughs> プレゼントを贈りたいのかってなんかそういう人生は歩んでこなかったんで。 あのすごい嬉しいんですけども、あのちょっとそこら辺、あの今あの、なんていうんですかね、ちゃんとしっかりとあの裏方整えてですね、また再開いたしますのでよろしくお願いします。あと、これですね、ヒロし実はもうすぐチャンネル1周年なんですよ。一番最初の動画投稿が6月の前半の4日だったかな、5日だったかな、そんぐらいのはずなんですよ。ちょ,ちょっと忘れちゃいました。すみません。えチャンネル開局1周年記念企画、どないしようということで、なんかあのみんながね、こんなことしたいとか、あんなことしたいとか、なんかちょっとヒロあんなことやってとか言うんであればですね、まあ、そこら辺ちょっと みんなで決めていきたいなと思いますので、えー、よろしくお願いします。ぜひですね、それはですね、この5月30日、居酒屋広でやりますので、えー、ぜひぜひ皆さん来てくださいね。よろしくお願いします。で、次はですね、6月2日、えー、8時から、えー、ゲーム実況広しというのをやります、えー。前回テスト的にですね、えー、ゲーム実況広しやってみたんですねあ。それはですね、トルネコの大冒険でございます。<laughs> なんでトルネコなんだよって思ったんですけど、広しが小学生の時に、まあ、一番ハマっていた中学生にも、 かけてですねやってて、まあかなりですね、広ロがやり込んでたゲームで、二、ま、十、あ、数年ぶりにやっても、まだ覚えてるだろうと思ってやったらですね、まあちょっと一撃で幸せの箱を取ってしまって、あのかなりわーってみんなびっくりして、広ロシも一番びっくりしたんですけど、奇跡が重なってですね、ちょっと第一回目で幸せの箱取れちゃったんですよ。で、それであの、 あのなんかみんなからなんか神会って言われて、なんか調子に乗ってしまったヒロシなんで、で次はですね、あの奇妙な箱を取るためにですね、あのもっと不思議なダンジョンをちょっとチャレンジしていこうかなと思います。えこっちはですね、もうあの一筋縄ではいかないんで、まあ,あのもう何回死ぬかわからないぐらいの,あの、すごいやばいダンジョンですので、えまあ,あの別にですねえ、前回もね、ぶっちゃけダ話すると前回もね、ゲーム実況なんか何もしてないんですよ、ほとんど。ずーっと雑談してただけ、も <laughs> うみんなと <laughs>。 全然、あ、ここでトルネコはこうして、ああしてとかなんか何にもやんないずーっとなんかもうみんなと雑談しながらゲーム画面はトルネコがずっとなんかどんどん地下に降りてくっていうなんか謎のゲームになってたんで、まあ謎の実況になってましたので、まああまりね、ゲーム知らないからよくわかんないから、行かない、俺行かない、私行かないじゃなくてですね、まあ気軽に来てですね、どんどんコメントくださいね。 別にわかんなくても、ただずっとひろしベラベラ喋ってますので、ね、あの、まあ、あの、居酒屋ひろしよりは、まあ、ちょっとゲームのことは少し話しますけど、まあ、基本ずっと雑談してますので、もし分かったらね、あの、みんなとワイワイやりたいんで、ぜひ来てくださいね。はい、ということで、えー、5月30日、えー、9時から居酒屋ひろし、えー、開店6月2日、8時から、ちょっと早めにやりますね。あの、結構時間変わりますので、8時から、時間が違いますので、えー、ちょっと間違えないでください。はい、あの、まあ、概要欄にね、一応書いておこうかな。 と思いますのであの,みあの見てみてくださいねはいということで皆さんに会えるのひろし楽しみにしております、えー、ぜひぜひ、えー、この2日間楽しめるよう頑張りますのでよろしくお願いしますお気軽に来てくださいねはいでは失礼,し失礼いたします